ゼニガタヘイ取物控え、野村古道、金色の乙女。これは、ゼニガタヘの最初の手柄話で、この事件が平治を有名にしたのです。この頃、お静はまだ平治の女房になっていず、ガラッパチも現れてはおりません。 一。平次、折り入っての頼みだ。引き受けてくれるかへえ。銭型の平次は、相手の真意を測りかねて、そっと顔を上げました。二十四五の苦み走ったいい男。愛美人の狭い合わせに膝小僧を押し隠して、野僧になれた手を、 そっと前に揃えます。一つ間違えば、お奉行朝倉岩見の神様はモーすに及ばず、五郎獣方にとっても腹切り道具だ。押し付けがましいが、平次、命を投げ出すつもりでやってみてはくれまいか。というのは、南町奉行よりきの筆頭、笹野新三郎。 奉行朝倉岩見守の,神の知恵袋と言われたほどの人物ですが、不思議に高貴な人品骨柄です。頼むも頼まないもございません。先代からご恩になった旦那様のデージとあれば、平時の命なんざ物の数でもございません。どうぞご遠慮なくおっしゃってくださいまし。敷居の中へいざり入る平時。 それを差し招くように座布団を滑り落ちた新三郎は、上様にはまた雑誌ヶ谷のお高狩りを仰せ出された。え先頃、雑誌ヶ谷お高狩りの説の騒ぎはお前も聞いたであろう。うすうすは存じております。それは平時も聞き知っておりました。三代将軍家光公が、 雑誌がや岸母神のあたりでお鷹を放たれたとき、どこからともなく飛んできた一本のそやが、危うく家光公の肩先をかすめ、蜜葉葵の縄文を打った陣傘の裏金に滑って、目の前三歩のところに落ちたという話。それ、と立ち所に手配しましたが、く者の行方はさらにわかりません。 後で調べてみると、鷹の羽を剥いだ信家の本屋で、白磨き二寸余りの矢りには、松前の人々が使うという鳥リカブトの毒が塗ってあったということです。その癖者も召し取らぬうちに、上様には再度増死害のお鷹のを仰せ出された。ご老中はモースに及ばず、お蕎麦の州からも色々還元を申し上げたが、 上様日頃のご気性で、一旦仰せ出された上は、金輪罪変外は遊ばされぬ。そこで、五郎十方から、朝倉岩見の神様へ直々のお頼みで、是が非でも、お高野の当日までに、上様を東屋にかけた癖者を探し出せとのお言葉だ。何とか良い工夫はあるまいか。一代の祭司、笹野新三郎も、死案に余って、 おかっぴき風情の兵士にすがりついたのです。よくおっしゃってくださいました。ご用聞きみより、この兵士が手一杯にお引き受け申しましょう。ついては旦那、あっしが聞きたいと思うことをみんな隠さずにおっしゃっていただけましょうか。それは言うまでもないことだ。なんなりと、腑に落ちないことがあったら聞くがよい。ではお尋ねしますが。 上様を雑誌ヶ谷のお高野に引きつけるのは、なんか深い思想がございましょう。小鳥のいるのは雑誌ヶ谷ばかりじゃございません。目黒にも霧ヶ谷にも千住にも、この秋はことのほか獲物が多いという評判でございます。それがどうしたわけでこれこれ、だんだん声が高くなるではないか。ええ。でもこれがわからなかった日には、手のつけようがございません。 話すよ。うすうす世間でも知っていることだ。雑誌ヶ谷の高野の帰り、上様には決まって大塚お役園へお立ち寄りになる。あの中に新築した高田御殿で、一晩のお役刀を召し上がるのがきついお楽しみだ。と申しますと、世情の噂でも聞いたであろう。お役園預かりの本草家、峠宗主家の娘、おさは、 府内にも並ぶものなしという美人だ。そうでございますってね。上様も全くお安くねこれこれ何思う、何を申すええ。だが、ありがとうございました。それだけ伺えば、大方筋はわかります。司祭やって、あっしもおさよの顔ぐらいは存じておりますが、あの女はどうしてどうして、一筋縄で生きるメスじゃございません。 よろしゅうございます。乗るか反るか、平治の出世試し、命にかけてもやってみましょう。平治の若々しい顔には、インスピレーションにも似たものがさっとによって、身分柄の隔たりも忘れたように、胸をトンと叩いてみせました。お高狩りの日取りはあさってだ。抜かりはあるまいが、そのつもりで。 拙者には拙者の工夫がある。油断をすると手柄比べになろうもしれんぞ。へえ。二人は顔を見合わせて会心の微笑を交わしました。よりとおかっぴきでは身分は天地の違いですが、何かしらこの二人には一脈愛通ずる名人魂があったのです。 二。大塚尾役園。一名高田尾役園というのは、今の音羽の五国寺の境内にあったもので、一万八千坪のうちに、有名な薬師堂、新王堂をはじめ、将軍臨場の時のために、高田御殿という壮麗なる御殿までできていました。総日の木の破風作り。 聖堂瓦の錆も物々しく、数百選手の薬草礼装から発する好期は、福育として音は十丁四方に匂ったと言われるくらい。幕府のお役園の権威は大したもので、元よりおかっぴきや御用聞きなどの近づける場所ではありません。よりきいささの新三郎の屋敷を飛び出した銭形平次。 いきなり大使へ飛んできて、この薬臭い兵にへばりつきましたが、場所が場所だけに、どう苦面しても入り込む工夫がつかないのです。丸半日、気の利かない空き巣狙いのようなことをしていた兵士も、その日の昼頃には、とうとう痺れを切らしてしまいました。ちゅッ。下打ちを一つ。 たもとから取り出したのは、その頃通用した永楽線が一枚です。手のひらへ乗せて、中指の爪と親指の腹で弾くと、チンッとなって、二三尺空中に飛び上がります。落ちてくるところを棚底で受けると、これがそのまま銭裏ケーレって言うのか。よし。 銭をたもとに落とすと、そのまま塀を離れて、音羽の通りへまっすぐに踏み出しました。これが銭型平時というあだ名の出たわけの一つ。もう一つ、平時には不思議な手練があって、難しい取り物に出くわすと、二三軒飛び去って腹巻から鍋線を取り出し、それを癖物の面体めがけてパッと放りつけます。 薄くて小さくて、しかもちょっと重い鍋船ですから、不用意に投げられると、泥棒や乱暴者などは、きっと免停をやられます。ひるむところを付け入って取る。このコツは誠に手に入ったもので、銭型の兵士というと、年は若いが悪党仲間から奇人のごとく恐れられたものです。 その平時が見限ったのですから、お役園の兵の,の中の秘密は容易のことではありません。腹立ち紛れの野草をこさえて、長い音羽の通りを9丁目まで来ると、はっと兵士の足を止めたものがあります。目白坂の折口に、こんのれんを深々と駆けつらねて、近頃できながら、当時江戸中に響いた、 唐花屋という化粧品や、何の気もなく表へ出した金看板を読むと、一枚は、御薬園、ヘチマの水。次のは、南蛮秘宝、恩おしろい。そしてさらにもう一枚には、峠流、飛躍いろいろとあります。これだ 平時は思わず顎を引きました。三。おしいいるかあら、親分。その頃、東西の両国に軒を並べた水茶屋の一つを覗いて、平時はこう声をかけました。よう、 相変わらず美しいね。罪だぜ、おしい坊。あら、親分。そんなことを言うなら、私は嫌。どっこい謝った。逃げちゃいけねえ。今日は大真面目に頼み事があるんだ。しーちゃんは近頃評判のおトワの唐花屋へ買い物に行った覚えはないかい,いえ、購買収で唐花屋へ行かない人はないほどだけれど、私はまだ行ったことはありません。 そうだろうね。おめえほどの器量じゃ、ヘチマの水にも、南蛮トライのおしろいにも及ぶめ。あれ、親ぶんさん。なるほど、これは美しい器量です。せいぜい十七八。血色の鮮やかなウリザネ顔に、愛嬌がこぼれるばかり。襟のかかった木綿ものに、赤前だれこそ占めておりますが、 商売柄に似ず硬いが評判で、枝から取り立ての果物のような清純な感じのする娘でした。実は、少し無理な頼みだが、半日暇をもらって、遠離屋まで買い物に行ってもらいたいんだが、どうだろうね、シーボー。ええ、行ってあげるわ。なんというわだかまりのない返事でしょう。 そいつはありがてえ。それじゃあ、魚の河原のうちに。おかっぴきと水茶屋の娘ですが、どちらも水際だった美男美女で、二人の胸には、いつの間にやら淡い恋心が恵んできたのでしょう。とにかく話の運びの早いことは大変です。両国から小日まで籠、そこからわざと歩いて、 唐花屋の入り口に着いたのは、かれこれむつ近い黒言でした。髪型をすっかり仇の娘風にしたおしずの後ろ姿。木八条の合わせと比嘉の交尾が、唐花屋ののれんをくぐって見えなくなった時は、大日坂の下から遠く様子を見ていた銭型の平時も、さすがに目の前が真っ暗になるような心持ちがしました。 当花屋がどうという突き止めた疑いがあるわけではありませんが、職業的第六感とでも言いましょうか。このままおしずを生贄にするのではあるまいかといった予感が、平時の頭をさっとかすめて去ったのです。へちまの水をくださいな。おしずは一向そんなことを構いません。 物慣れた調子で日傘を畳みながら、店が町へもう腰を下ろしております。へえ、いらっしゃいまし。ちょうど今年取ったばかりの新しいのがございます。これ、徳んそこからお入れ物を持ってきてお目にかけな。美しい客と見ると、慣れているはずの棚中もなんとなくざわついて、二三人の番頭手代が、 磁石に吸い付けられるてっぺんのように左右から寄って参ります。それから、あの、お白いももらっていきましょう。えええ。それに、おべにも。大束なことを言って、おしずはそっと棚中に目を走らせました。近頃出来の棚構えで、なんとなく真新しい不審ですが、 そのくせ、妙に陰気で、妙に手丈夫にできているのが、娘のデリケートな神経を圧迫します。お茶を召し上がってくださいまし。若いレッチが、棚遣いにしては贅沢すぎる赤絵の茶碗に、これも棚遣いらしくない煎茶を汲んで、そっとおしずのそばに進めました。ありがとうよ。 身なりに相応したぎの娘なら、この茶は飲まなかったかもしれませんが、おしずは水瀬屋の女で、お茶を汲むことも、汲ませることも慣れております。桃色産を並べたような美しい指でそっと受けて、慣れた様子で、一口、二口。おやお茶にしては妙に甘い。 そして好期がおかしいと思いましたが、見口目にはきれいに飲んでしまいます。それから、口の小さい素焼きのとっくりへヘチマの水を詰めさしたり、お白糸ベニトを取り揃えたり、お彫目を出そうとして帯の間へ手をやったときは、先ほどから我慢していた恐ろしい眠気が急に襲ってきて、しょうも多愛もなく、 美しい島田曲ががっくり前へ傾きました。徳殿は外を見張れ。お前は手を貸せ。大番頭が立ち上がって指し図をすると、慣れた様子でバタバタと不思議な作業が始まります。へっ、こいつは全く掘り出しんだ。チッ。二人の若い手台に抱き上げられたおしずは、 死んだ者の,のようになって、赤いモッソと白いハギとがだらりと下にこぼれます。音羽の通りはしばらく耐えて、大日坂の下には宵闇に光る目。銭形の平時は全く気が気じゃありません。4 この時初めて、平時は近頃江戸中で評判になった美しい娘が頻繁に行方不明になることに思い当たりました。芝居ら後の荒物屋の娘、お夏。下屋竹町の酒屋の妹、お縁。麻布郊外町で御家人の娘、お幸。数えてみると、 この秋になってからでも三人ほど姿を隠しております。それも襟抜きの美人ばかり。書き置きも何にもないからまるで神隠しにあったようなものですが、それが早くて三日目、遅くとも七日目には二目とは見られぬ残殺死体となって、川の中、林の奥、どうかすると、 往来の真ん中に捨ててあるという始末です。南北町奉行は、廃家のよりき同心に命じ、江戸中の御用聞きを総動員して、この悪鬼のような犯人を探させましたが、何としてもわかりません。犯人がわからないばかりでなく、何の目的で襟抜きの美しい娘ばかり殺すのか、 かいくれ見当もつかないのです。その上、死体は洗い落としてはあるが、ありありと全身に金箔を置いた跡があります。これだこれだ。銭形の兵士は、一人うなずきながら、酔い闇の中を透かして、唐花屋の裏口から出ていく籠の跡を追いました。 その中にお静が入れてあることは、もはや疑う余地はありません。籠は無調鎮のまま、音羽の裏通りをまっすぐに、今の五国寺、その頃の大塚お役園の裏門へ飲まれるように入ってしまいました。やはりそうだ。 平次はこのまま引っ返して笹の新三郎に報告した上、お役園へ手を入れさせようかと思いましたが、お役園の見識は大したもので、若年より直々の指令を受けなければ、町奉行では手のつけようがありません。そんなことで暇取っているうちに、お静の命が絶たれては一大事。まずお静を助けよう。 後で考えると、それは多分盲目的になりかけていた、平治の恋心がさせた思案でしょう。前後の考えもなく、木陰の土塀に手がかかると、平治の体は軽々と平を越えて、闇のお役園の中へポンと飛び込んでしまいました。それから何度来たったか、どこをどう通ったかわかりません。 一万八千坪のお役園の中。仏陵、日景、帰国。三座師、御種湯、千休。千母、人参、うい鏡。天文唐枯らし。妹、船原、ジキタリス。幾百千種とも数知れぬ薬草の茂る中を、八幡知らずに彷徨い歩いた末。 わずかの明かりを見つけて、真っ黒な建物の中へ、するりと滑り込んでしまいました。それは多分、有名な宝御殿だったでしょう。とにかく非常に高層な建物で、人目を忍ぶには誠に好都合です。廊下から部屋へ、何度へ、はしご段へと、 人と明かりを避けて拾っているうちに、いつの間にやら、平時は天井裏の密閉した一室へ入り込んでおります。はっと思って出口を探しましたが、どんな仕掛けがあったか、四方一様に歌詞の厚板で、戸や窓は愚かなこと、蟻の入れる隙間もあろうと思えません。 勝手にしやがれ。度胸を据えてどっかと座ると、不思議なことに床板のあちこちから大きく小さく下の大広間の明かりが漏れております。よく見ると、それはことごとくギアマンを張った穴で、この天井裏から下の様子を覗くためにできたのでしょう。これは後で見ると、ことごとく 下の大広間の合天城に描かれた天人の目や蝶々の羽の門や牡丹のしべなどであったということです。5最小平時の目に入った光景は広間の中央に祀られた何とも形容のしようのない修悪会期を極めた魔像で その前と両側には真っ黒なろうそくが13本、赤い炎を上げてメラメラと燃えております。魔像の前にはトカゲの死骸、猫の脳みそ、半殺しの蛇といった不気味な穀物が足の高い参謀に乗せて備えられ、その穀物の真ん中に据えた白木の大まな板の上には、 ピチピチしたラ体が仰向けに寝かされて、そのそばには磨き立てたデバ包丁が、刃先を下にしてズブリと板の上に突っ立っています。さすがの兵士も思わず唇を噛みました。まな板の上の赤ん坊は泣きも叫びもせず、いい心持ちそうにニコニコしているのが、 あたりの陰惨な空気の中に不思議な対象を描き出して、身の毛のよだつような気味の悪いシーンです。突然、今まで聞いたこともないような陰惨なコーラスとともに、一体の男女が妖魔の行列のように広間へ入ってきました。いずれも真っ黒な覆面、その間から目ばかり光らして、 覆面越しの度胸の声も、なんとなく陰にこもります。続いて燃え立つような真紅の切れをまとった四人の女が、一人の娘を連れて現れました。夢見るような足取りで、無抵抗に台の上に押し上げられたのを見ると、こればかりは、町娘の服装をした、押しずの囚われの姿だったのです。 あ、とうとう。あまりのことに、平次はもう少しで声を立てるところでした。人間の力でこの密室が押し破れるものだったら、どこかの羽目を踏み砕いても飛び出したであろうが、それとでもできないことです。またひとしきり奇怪な度胸が湧き起こって、魔像とおしずの周りを黒装束の人間の輪が、 くるくると回り始めました。それからしばらく続いて、広間は元の静寂に帰ると、不意に人間の輪はさっと散ります。見ると、台の上に立ったおしずは、いつの間にやら黒小族の魔装たちの手で、十七乙女の若々しい肌へ、ベタベタと金箔を置かれているところだったのです。 おしずは魂の抜けた人形のように、少し仰向き加減に突っ立ったまま、ナスがままに任せて身動きもしません。やがて乙女の上半身に金箔を置き終わると、黒威長身の長老とも見える男は、黒ずきんの覆面をとって、おしずの前に近づきました。<laughs> 平時はもう一度声を立てるところでした。その男というのは燃えるような赤毛に白子のような肌をした壁眼の大男で、高毛人を見たことのない平治の目には地獄変装図から抜け出した悪鬼のように恐ろしく映ったでしょう。続いて覆面を取ったのは、この役員の預かり主、峠宗受験です。 半白の中老人で立ち居振る舞いになんとなく物々しいところがあります。二人は前後して進んで金箔を置いた乙女の肩へ唇を触れました。続く黒小族の五六人もことごとく覆面を外して同じように乙女の体へ唇の雨を降らせます。この冒涜的な行法が どんなに平時を怒らせたことでしょう。おしずの清らかさを救うために、どんなことをしても、と焦りましたが、この密室はどんな設計でできたものか、二時余まり探し抜いても、どうしても入った場所がわかりません。そのうちに、下の広間がまた賑やかになりました。と見ると、 炎のような赤い切れをまとった半裸体の四人の美女は、人面重心の魔像と金箔を置いたおしずを中心にして、あらゆる筐体を尽くして乱舞を始めたのです。魔像の前の大航路には、幾度も幾度も遺構が投げ込まれました。天井裏でそれを嗅ぐと、平時の心持ちもうつらうつら夢見るようになります。 幾度か覚めては広間の様子を覗き、幾度か気を失っては、何時となく深い眠りに落ちました。これではならぬと、満身の力を両の拳に込め、両目を見開いて気を励ましましたが、泥酔した人のように崩れて、その努力も長くは続きません。金時の乙女。 おしずの上に加えられるあらゆる恥ずかしめと回帰至極の大儀式が断片的に平時の目と耳に焼き付けられながらそのまま遠い遠い過去の出来事のようにあ愛もなく消えていきます。6あくれば10月9日 三代将軍徳川家光は、近親十二名を従え、尾行の姿で雑司ヶ谷へ鷹狩りに出かけました。十二人のうち四人は、将軍と同じ装いをした近所たち。四人は鷹城、後の四人は経営の死で、尾行とは言いながら、この時代にしては恐ろしく手軽です。最も、 これは家光自身の命令で、目障りになるような子卒は間近に置かれなかったまでのこと。音羽から小日向、大塚へかけては、何千とも知れぬ警護の死で、ありの入れる隙間もなく固めております。この日はことのほか不良だったせいか、家光は恐ろしく不機嫌で、近所たちとろくろく口も聞きません。 高狩りが住むと、待ち構えていたように音はへ下って、大塚お役園の高田御殿へお入りになります。お役園の門前に迎えたのは峠宗受験。五十絡みの総発で、もともと本蔵家で武士ではありませんが、役目ですから、朝上もをつけて、将軍を高田御殿へ案内します。 奥の一間、税を尽くしたう度の中に収まると、近所たちも遠慮して、将軍を存分にくつろがせなければなりません。高麗べりの青畳の中、教則にもたれて目をやると、鳥の子に百層の符を書いたからかみ、倒木に百中の符を透かし彫りにした乱馬、玉を刻んだ引き手や釘隠しまで、 この部屋にはなんとなくさりげないうちに漂う一松の怪奇さがあります。この時、目のわらわに襖を引かせて、茶碗を目八分に捧げて入ってきたのは、峠宗司件の娘、おさよです。明けぼの色に松竹梅を総縫いした小袖、町風に髪を結い下げた風情は、長つぼね風俗に飽き飽きした家光の目には、 どんなに美しいものに映ったでしょう。年の頃は二十二三。少し老けておりますが、その代わり、町屋にも武家にもない、したたるような美しさがあります。恐れる色もなく、家光の前に進んで、近々と茶碗を進め、二三歩下がって。お役糖を召し上がります。 わだかまりもなく言って、うつむき加減ににっこりします。こんな無礼な仕打ちは、日頃の家光には見よったって見られません。大名が黒和通いに夢中になったように、将軍家光が雑司ヶ谷の鷹狩りに夢中になったのも無理のないことです。家光は黙って茶碗を取り上げました。 本家科峠総受験の煎じた薬湯。別に何の薬というでもありませんが、心機を爽やかにして邪気を払う程度のもの。唇のところへ持っていくと、高価な薬の匂いがプーンとします。七。 天井裏に閉じ込められた銭形の平時。行くとき、いや、幾日眠らされたかわかりません。ふと目を覚ますと、あたりはすっかり明るくなって、天井裏ながら、埃の一つ一つも読めそうです。怪奇な舞踊を思い出して、吐き気を催すような不愉快な心持ちになりましたが、おしずの安否が心元ないので、 もう一度ギアマンの穴から覗くと、広間は広々と取り片付けられて、白日の光がいっぱいに差し込み、いまわしいものなど影も形もありません。思い直して出口を探すと、今度はわけもなく見つかりました。壁は同じような歌詞の厚板で貼り詰めてありますから、一箇所だけ手ずれがして、 寝入り口ということはすぐわかります。しばらく押したり叩いたりしてみると、どうしたはずみか、いきなりスッと開きます。多分、戸の下の踏み板に仕掛けがあったのでしょう。一足、みなぎるような白日の光の中へ飛び出しましたが、困ったことに、庭にも廊下にも、広間にも玄関にも、 おびただしい人間がたかっていて、天井裏から飛び出したままでは、大手を振って出ていくわけにいきません。あ、行けねえ。今日は上様のお高がりの日だ。霞んだような平時の頭にも、これだけの記憶が蘇ってきました。今日までに毒屋のく者を捕まえるはずだったのが、天井裏に閉じ込められて、 すっかり予定が狂ってしまったのです。こいつはしまった。平次は天井裏で時短打を踏むばかりです。それからまた何時か経ちました。御殿の中の空気はにわかに緊張して、上様のお月という囁きが隅々までも行き渡ります。 上様お付きというのは、お高野は無事だったという証拠にもなりますから、天井裏の兵士も、それを聞いてほっとします。間違いがあれば、この御殿内だ。よし、それならばまだ望みがある。しばらく泥棒猫のように、天井から天井へ、梁から梁へと渡って歩いた兵士。 いつの間にやら羽目からスルリと抜け出して、離れのひさしの下に入い込んでしまいました。首を少し曲げると、一枚開け放った障子の中に上段の高麗べりが見えて、豊かに座った黒羽豚への膝も見えます。上様だ平次はひょいと首を引きました。と同時に、 佐右が捧げた薬刀の茶碗が見えます。やがて、家光は薬刀を手に取り上げた様子。それと同時に、平治の目には、もう一つ動くものが映ります。それは、障子の外に、ものの熊のようにうずくまった総発の中老人。荒れ古紋の噛みを着て、折り目正しく両手をついておりますが、 前夜怪奇な行法をずした、この薬員の預かり主、峠僧受験に違いありません。家光が茶碗を取り上げて唇まで持っていくと、僧受験の唇が歪んで、障子をいとおすような瞳がきらりと光ります。あ、独当だ鳥物の名人、銭形平次には、他の人にない第六感が働きます。 前後の事情から考え合わせてみると、家光の手に持っている茶碗の中に、まともな薬湯が入っているわけはありません。笹野の旦那がくれぐれも頼んだのはこれだ平次はいきなり久しから飛び出そうとしましたが、たかがおかっぴき、将軍様の前へ飛び出せるわけもなく、大きい声を出そうにも、そのあたりの物々しい佇まいを見ると、 うっかり騒ぎを大きくして、相手に捨て鉢に出られるとかえって恐ろしいことになりそうです。それに独当と思うのは、平時の単なる疑いで、実は本当の薬刀を進めているのかもわからないのです。はっと気がついて腹巻きを探ると、折りやしく鍋線はありませんが、小粒が二つ見つと、それに柄にもなく、 小判が一枚あります。その頃の小判は大変な値打ちで、おかっぴきなどにとっては人信頼ですが、おととい、笹の新三郎から用意のために手渡された金。将軍様の命に関わろうという場合ですから、物惜しみなどをしている時ではありません。いきなり、小判を右手の親指と人差し指との間に立てて、 小口をつばで濡らすと、銭形の平時、得意の投げ銭。山吹色の小判は風を切って、五六軒先の家光の手にある茶碗の糸底に八紙と当たります。薬刀は飛び散って、結構な座布団も畳もめちゃめちゃ。家光はどうする風もなく、表を上げて小判の飛んできた方をきっと見やります。 驚いたのはおさよ。立ち上がるといそいそと近寄って、薬湯に濡れた家光の膝へ、体と一緒に草縫い,い小竹梅の小袖をさっとかけました。八これ、何をする慌てていを治す家光の膝を追うように、 おさえは袖の上へ顔を伏せました。次の瞬間には、偽物と弾き上げられたように立ち上がります。ようやく気がついたか。<laughs> 悔しい。お前は誰だ飛びのく女の帯際を、鉛筆を伸ばしてムンズと掴んだニセイエミツ。よりき、笹の新三郎。 上様のお姿を拝借して、その方親子の企みを見破りに参ったのだ。神妙にしろ。と、高い声ではありませんが、つい調子に乗って名乗りを上げてしまいました。これが非常に悪かった。というのは、障子の外で深淵の目を光らせていた峠宗受験。娘の声にはっと驚いたところへ、 続いて、笹野慎三郎の名乗りです。思わず立ち上がるのへ被せて、障子の内から。父上、露見早く、早く地雷かと、娘のおさよが悲痛な声を絞ります。おう、娘、さらばだぞひらりと縁側から飛び降りると、ひしの上から銭形平時がパッと飛びつくのと一緒でした。 野郎、どこへうせやがる元より鳥物の名人、寸胞の隙もありませんが、困ったことに宗主剣は思いのほかの合力で、それに平士は丸二日物を食わないうえ、久しから飛び降りるはずみに足をくじいて、身体駆け引き自由になりません。ええ、面倒二人はそれでも負けず劣らずねじ合いました。 あまりにとっさの出来事で、遠ざけられた金獣たちが駆けつける暇もなかったのです。そのうちに、おさやの帯がばらりと溶けました。銀の厚板の一抱えほどあるのが、笹の新三郎の手に残ると、おさやはダッとのごとく身を抜けて、父上、地雷かは私が。おう、娘頼むぞ。あの生贄も逃がすな。 親子は最後の言葉を交わすと、総縫い松竹梅の小袖は、大鳥のようにさっと奥へ飛び込みます。生贄にえと聞いて、平治は驚きました。捨て鉢になった総受権親子が、地雷下で高田御殿を吹き飛ばすとなると、あのかわいそうなおしずの命はひとたまりもありません。金箔を置いて、一度は祭壇に乗せた乙女の体は、 いずれあの広間のどこかに隠してあるにそういないでしょう。笹野の旦那、こいつを頼みます。ああ、心得た。そのうちに遠慮して遠のいていた金獣たちも騒ぎを聞いて駆けつける様子。平次は猛然として突っかかってくる宗主剣を一つ交わして芝生の上に叩きのめすと、身を引いてさっとおやの後を追いました。 くじいた足首は焼き金を当てるように痛みますが、今はそんなことを言っている場合ではありません。勝手を知った大広間の中へ入ると、ぷーんと鼻をつく炎症の匂い。ジライカの唇は早くもつけられたのでしょう。今更事の気球な勢いに、平治はぞっとそう気立ちましたが、おし図を隠した場所は、 まるで見当がつきません。お前は銭形兵士。もうダメだよ。一緒に死ぬばかりだ。カラカラと吉がいじみた笑いを突っ走らせるのは、黒髪も衛門もめちゃめちゃに乱した洋服をさよ。近霊に荒海を描いた大ついたての前に立ちはだかって、あでやかに横島な目を輝かせます。いやい,い女 あの娘をどうした知らない。いや、知っているはずだ。いえ。言わない。どうしても言わない。私たちをこんなハめに落とし込んだのはお前だろう。その代わり、お前の名前を上ごとに言っているあの娘は、この御殿と一緒にコッパみじんに砕け散るよ。いい君だ。あれはお前の色だろう。知らなくってさ。ほう、もう口紅は燃え切った。 <laughs> いや、俺はおしずを助けてみせる。バカだ荒海のついたて、怒り狂う根性の波頭を背にして、小袖の前をかき乱したまま、必死の笑いに笑い狂う美女のものすごさ。物慣れた平士も思わずたちたちと刺さりましたが、次第に激しくなる炎症の匂いに、もう一度気を取り直して、 毒蛇の目のごときおさよの瞳を、精魂込めてじっと見つめました。わかるまい。もう最後だ。それいや、わかった。何を考えたか、平次は猛然としておさよの体に飛びつきました。細腕を取って引き抜け、荒海のついたてをさっと前へ引き倒すと、その後ろにあるのは、 お薬草と書いた御用の唐物。力任せに蓋をはねると、中からさんとして、金色無垢の乙女の姿が現れます。全身に金箔を置かれたおしずは、半死半生のままこの中に入れられて、捨てるか殺されるかする最後の運命を待っていたのでした。<laughs> それを助けては 後ろからすがりつくお作業を受け返して、金色の乙女を小脇に、痛む足を引きずって外へ飛び出す平時。それと同時に、呆然、天地も崩れるような物音。天に注する火炎の中に、高田御天は微塵に崩れ落ちてしまいました。 9。これは後で分かったことですが、峠僧事件の前身は、駿河大納言忠だなの心で、本蔵学の心得があるのを幸い、京都に行ってその道の運応を極め、身分を隠して大塚を役園を預かるまでに出世したのです。主君忠だ自殺の後は、 何とかして家光に恨みを報じようと、泉州堺で親しくなったポルトガル人スデロを呼び寄せ、高田御殿の中に祭壇を設けて、ヨーロッパの中世に流行ったサタンを祭人とする受報を行ったのでした。これはキリシタンと一緒にトライした怪奇を極めた邪教で、その祭りにおびただしい生贄を要するところから、 福神の者に命じて、音は九丁目に刀花屋という小物屋を出させ、江戸中の美女を釣り寄せては、そのうちでも優れた美人をかどわかして生贄にし、恋や密かにサタンの受報をずして、将軍家光を重複する計画だったのです。それも拉致が開かないと見て、近頃は毒屋を飛ばしたり、娘おさよの美食を餌に、毒刀を進めて、 一挙に恨みを報じようとしましたが、奉行の朝倉岩見守が老中に進言して、将軍家光に面差しの似た、よりき笹の新三郎を替え玉に使い、見事にその裏を書いて取って押さえたのでした。この呪法を図した大司教スデロは、幕府の手からポルトガル船に引き渡され、峠宗受験は、 戦意中に自殺してしまいましたが、娘のおさよは、それっきりどこへ行ったかわかりません。大塚お役園はその後まもなく取り潰しになり、天な元年、五国寺建立の敷地として召し上げられたことは、人の知るところです。こんな邪法が、一時日本へ伝わったことは事実です。 歪雑な呪法や魔術を広めて、どれだけ正当的なキリシタン宗問の邪魔をしたかわかりませんが、その方幕府の禁令が厳しかったので、いつともなしに滅び失せてしまいました。銭型の兵士は、これだけの仕事をして、将軍の命を狙う恩敵を平らげましたが、笹の新三郎に約束した、 お高の以前にものをあげることができなかったのと、事件の性質が性質なので、表向きはその手柄に報いられませんでした。しかし、家光の胸に銭形平次の名が印象深く記憶されたことと、金色の乙女、おしずの愛をしっかりつかんだことだけで、若い平次は満足しきっておりました。